ボルカニックウォールどうしても使いたかったんです。リュウです。さあ本日なんですが、あのボルカニックウォールという皆さんこの未用 CG カードご存知でしょうか。王神オブライエン、あのオブちゃんのですねレベル45報酬でゲットできる未用 CG カード、つまりですねリンクス民の我々しか使えないんですよこのカードは。で効果よく読むとなんかちょっと強そうなんですよね。一ターンに一度自分のメインフェーズに、発動できるよと、自分のデッキから、カードを3枚墓地に送りますよ。で効果で墓地に送られた炎族モンスターの数から250ポイントのダメージを与えますよ。でこの効果を発動するターン自分のモンスター攻撃できないですよっていう効果なんですけれども、デッキトップを3枚墓地に落とせると、まあ、援軍みたいな感じですかね。サーチが入んないなんですけども攻撃することができないんですよね。だから、ね、先行限定という効果にはなるんですが、これをなんとか使いこなしたいなと思って、でボルカニックデッキで使いこなすのちょっ ちょっと無理があったので、このカードね。なので正直そんなそんなことしなくてもインガセさんとかサンダーブレイクが強いんで、なので、今回はそのライトロードギミックプラスサンダードラゴンギミックにこいつぶち込んでなんとか使おうというデッキになってます。もうサンダードラゴンのねあの方はテンプレみたいな感じなんですけども、1枚だけボルカニックボールを頑張って入れたっていうだけです。特にそのデッキに工夫も何もあったもんじゃありません。ただ単にこれを使いたかったから魔法の使い手でこれを1枚入れたっていうだけです。このギミック自体はですね多分多目的ウィッチクラフトWC のデッキとかでも使える とは思うんですよ。なんでまあちょっと攻撃できないっていうそのこの仕様がちょっとね微妙ですよね。やっぱねこれがあるんでね、まあちょっとバーンデッキにしか入んないようなカードなんですけども、まあ、一応先行でボルカニックウォールをぶち込むっていう、この目標に今回はやっていきたいなと思います。それではやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方リュウアー君よろしくお願いします。来た、やっと来たわ。ボルカニックウォールを使いたすぎて早丸5年が経ちました。5年間待っても来ませんでしたからね、このカード先行で。この先行で使う以外にあんまり使い道ないですからね、このカード。このカードを使いたくてこのデッキ組んだんだから。あ、それ強えな。光と闇。いやでもさすがにこれ、こっちでいいか。で、こうして、デッキトップクリボーにしといた方がいい図あるんですね。で、雷鳥竜サンダードラゴンを、の効果で、これドラグリティだよな、多分な。これ、モンスター増やした方がいいと思うんだよ、多分。多分、モンスター増やした方がいい気がするわ。ライデン召喚する。で、これで落ちてくれ、多分。落ちてくれ、ステゴサイバー、落ちた、オッケー。落ちたんだったら別にあれだったな。9で終わったな。まあいいや。で、これでターン終了していく。ステゴサイバーと、あ、グローアップバレンも落ちた。強い。ですね。多分ドラグニット読んでいて、これドラゴンバーミリオンを出すっていう展開ももちろんあるんですけど、どっちにしてもやっぱ、でも、ステゴサイバー落ちる読みだったら別に良かったな。どっちでも。どっちでもっていうか、多分ドラゴンバーミリオンで終わったか。なんか今ちょっと若干モンスターをね横に並べた方がいいかなと思ったんですけど、そんなことはないっていう。あ、ゴズキ、あ、知らないやった。あー、それはドラッグオンバーミリオンで終わったな。それはねドラッグオン2世ユースケでよかったんですけど、まあいいや。ゴズキの効果で多分まあ妖刀かなんか落とすって感じでしょうね。あ、そっちなんですか。なるほど。モノノベカトンかなんかあります。まあ雷合流効果で、これクリボールさ持ってきておいたら知らないんじゃねえか、さすがに。これボール、これボール上にしておいたら知らない説あるんだよな、これ多分。これでボールからこれそのまんま殴るの全然あるよね。そのまんま殴りは全然ある。そのまんま殴ろう。でトラップ使わせよう。分断やめて、分断はやめてください。ドキはいいです、ドキは OK です。で、あ、そうです、相葉、了解でした。了解、了解。で、ゴズキ効果、はい、除外して、手札から、シラミモンスターかな、あー、OK。オーマの妖刀を特殊召喚。で、モノノベ効果で除外されると、ワンドロー、ワンステー。はい、OK ですね。グローアップバレル、お前も入ってんのか。なかなか面白いカード入ってんな。さあ、グローアップ
ップバレルが見えて、なんか新しいシュラニーの可能性を多分見出してる人なんでしょう。さあとりあえずこれ分だと、まあ、もう一回ドッキリかなんかですかね、カトンかなんかありそうですよね。あ、ドッキリ部隊ですか。はい、了解です。でドッキリ部隊効果でそれ破壊される。で雷獣流効果、雷獣でいいですね。はい、で多分クリボールあるんで死にません私は。クリボール確定サーチみたいなもんだな。実質クリボール確定サーチ、安心と安全の。そしてね、墓地で、ね、ステゴ細胞をしてるんでね、さらに死なないっていう。これゴシンクロとか入ってんのかな。なんかゴシンクロの知らないモンスターいましたよね。なんだっけな、技神みたいなやつ、なんか技マシンみたいな名前したやついましたよね。さあグローアップバルブ効果で墓地から特殊召喚していく。なるほど、バトルフェーズ、はいはい、なるほど、それは投げる必要ないね。ステゴサイバーで、これはクロバラの呼吸1の方、ブラックローズドラゴンっていうのがね控えてますんで。さあ墓地にバルブが落ちているぞ。さあブラックローズドラゴン主体なの構えしよう。さあグローアップバルブの効果を発動、デッキトップを墓地に送って特殊召喚。お、よろしいのか、ね、これブラックローズしたところで勝てないか。ブラックローズしたところで勝てない、ブラックローズしたところで勝てないのか。じゃあこうして、これねリソース管理結構大変なんですよね。これもう今デッキに取りないんであれなんですよ。この獣でね、獣で何どっち持ってきてもこれ鳥か雷鵬かどっちかなっちゃうんでね、2体並べられないですよね、ブラックローズした後に。それが残念なんですが、サンダードラゴン効果、雷鵬流、はいはい、でアドフェイズ、はい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 、オッケー。ボルカニックウォールが活躍していたとは言い難いが、一応使ったから、ポケカード。さあ、お相手の方、闇遊戯、闇遊戯、30枚、いやー、これなんだろう、外役ですかね、外役ムーブですかね、これ、外役の呼吸2の方みたいな感じ、機械の援軍の効果と、墓地壊せるのは結構いいな。ここ でソーラーエクスチェンジ発動、はいはい、ボルカニックウォール来た、ボルカニックウォール来た。光闇とりあえず除外して空いてるバック割りに行きますか。闇光、雷電流欲しかったけど、まあしょうがないか。こうですね。さあ3枚のカードを除外して現れよ、根源流レビオニア、そして根源竜レビオニアのモンスター効果発動、さらにその効果に支援し雷獣竜サンダードラゴンの効果も発動、雷鳥竜の効果としない、これで、雷獣竜の効果によってデッキからサンダードラゴン、デモンズチェーンは強い、やるな、いいだろう。で雷獣竜で雷電竜ですかね、雷電竜ですね。で一応これで通常召喚に底なし落とし穴とかされるとちょっと辛いんだけど、さあどうでしょう、底足あるかな、底足あると結構辛い、あ大丈夫だ、オッケー。じゃあね、こっち行ってこうし、いや待って、こうした方がいいか、こうしてこうして、でジェットシンクロ後でいいや。でドラッコンバーミニオン、さあ伊勢谷雄介、はい、でバーミニオン効果、ライトアタッシュライデン除外して相手のステージ、破壊したいですよ。さあこの効果通りますか、因果切断、 OK。 でジェットシンクロン効果発動、さあボルカニックウォール役に立て、お前は全然使い方役に立ったら、コストとして役に立ったわ、ありがとう。でブリューナビ行こう、はいはい、よいしょ。でこれで相手の伏せ除去したいですよと、で雷電流の効果発動しますよと、でもちろんこれ鳥ですかね、これ、いや別に知ってるからどっちでもいいな、
捨てるからどっちでもいいや。ブリューナーグのコストだこれ。どっちでもいいや。別にどっちでもいい。で、ブリューナーグ効果。はい。で、これで、バック。はい。さあ、そのカードなんですか。インガー切断、オッケーです。動かしました。リガルドシュ、オッケーです。はい。じゃあ、大合流で。このデッキ、どんだけでかぞ、おい。罠三癖。大勝利効果いいわ。罠三癖貫通するの強すぎるな、これ。なお、ボルカニックウォールを使ってくださいというね、意見に関しては真正面から受け止めたいと思います。さあ、お相手の方、海馬木馬選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いや、来た。ボルカニックウォール来た。ボルカニックウォール来た、でかい。さあ、ボルカニックウォールの方が、あとは、サンダードラゴン押してくれ。あー、ま、なー。いや、光闇。あー、ここでレビオニア出すの微妙だよな。ここでレビオニア出すの相当微妙なんだけど。これむず。鳥。いやー、これむずいな。これ死ぬかな、俺。これ死ぬかな。これ死ぬ、俺。死にますかね。カオスハンター。それは結構やべえな。カードを除外できないと僕結構意外としてやばいな。それ普通にやべえわ。ブラックコア。あれなんで？あ、除外するからか。ブラックコアも使えない。これやばいか？俺これカオスハンター結構やべえのか、このデッキ。待って。ちょ、考えろ。あいつを処理する手段が、打点が揃えばいいのか。だから、取り使ってからのシンクロか。取り使ってシンクロ。はいはい。いや、まだいいね。まだいいね。で、それ、雷電流の効果使って、あ、でも鳥、鳥、鳥持ってくるしかないのか。鳥持ってくるしかない。これで鳥を回収するしかないから、で、ここでステゴサイバーするでしょ。だからこれ、あれか、トップ意外といけるぞ。チューナーか、チューナーか、もしくは、雷電か、あ、それガチでいらない。ガチでいらない。ガチでいらない、それ。どうしよう。これどうすればいいんだろう。圧縮してからか。一回ブラックコアとかいうマジでどうでもいいカードいらないから。で、レビオニア持ってくるじゃないですか。で、ウォール発動しかないですね。ウォール発動して、いやー何も落ちないか。これやばいか。もう一回アドバンスするしかないか。でだ。あ、そこらし落としやな。やばい、それは。ワンチャンのか。でも鳥も、獣からの獣で鳥して、いや、まずそもそも戦闘でまずカオスハンターを突破してるんだ。マジ終わったくせー。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、やばい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 、それやばいわ、このデッキ。俺どうすればいいのこれ。どうしたらいい。どうしたら勝てる。俺どうしたら勝てんのこれ。ライデンワンチャンとか。ライデンでもネクロバレあるでしょ。何これ、バレブ使えないでしょ。だってこれやばい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 って、やばいよこれ。やばいよ、それは厳しいって。おい、こいつふざけんなよ。なんかサンダードラゴンに恨みでもあんのか。なんかサンダードラゴンになんか一家惨殺されてるなんか人いたんだけど。いや強いって、無理だ、勝てる気がしない。助けてください、お母さん。